あ、サントリーニか。サントリーニなら、ハンドガンでやるかな。よし、SV9 で、プレイしていきます。このマップはね、結構裏とか取ったりね、いろんな戦略的な要素が多いんでね、ハンドガンでも戦えます。って言ってるそばからいきなり負けていく。まあ、ハンドガンでね、戦っていく上で重要なのはね、ほぼ立ち回りなんだけど、まあ、その立ち回りもね、ロングとかだとどうしてもね、厳しい場面が出てくるんでね、まあ、必ずスモークは変えましょう。スモークグレネードを使って距離を詰めるっていうことをしないとね、まあ、サブマシンガン使ってる時にも言えるんだけど、スモークかなり大事なんでね、もうフラグよりもスモークの方が大事ですね。まあ、裏を取ってみましょう。うわー、見てたか。音立ててなかったのに、しっかりと裏を見ている。さあ、この中からもう一回チャレンジしていきたいが、キュベリングをして、よし、一人倒した。で、この中に人がいるかな？お、いるね。手前のやつ。まだあいつ倒して、奥にもいるんだよな。お、倒してくれた。いたいたいた。よいし、スナイパーを倒してもう一人、やっていく。はい、スナイパー、あ、弾が切れちったよ。ちょっと予想外だった。あ、そっち攻められてますね。まあ、来るの分かってるんで、サクッと一人倒して、もう一人、あ、ダメか。抜かれてしまう。まあ、ヘッドショット合戦になっちゃうとね、ハンドガンじゃ太刀打ちできないんで、やっぱね、横からとか側面から倒していきたい。よし、あいつ、なんとかやるぞ。あ、味方が倒してしまった。あー、スナイパー見てるか。こういうね、じっくり合戦になるとスナイパーどうしても強いんでね。やっぱ走り回った方がいいのかな。うわー、いっぱいいる。またスナイパー。なるほどね。今回もね、一応目標としては、試合に勝った上でベストキルっていう、ベストキルを取るような感じしようかな。ヘッドショットして、もう一人、まだいる。頭狙うが、ヘッドできない。あー、奥にいるかな。ここジャンプして、いたいたいた。おっと、横にいる。よし。あー。これがフクソエイムってやつですわ。で、あー、いるね。手前にいるね。いた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 。なんとか倒せるか。よし、倒した。よし。飛び込んで、後ろから、しっかりやっていく。で、奥にいるね。あいつも、あいつだけは、弾がもうない。やめ、ゼロだ。よし、ナイフで。ナイフで突っ込んで、まあ、やられるよね。あ、負け、ちょっと負けてるか。あー、またスナイパーだよ。あそこ見てんだよな。ダメだな。やっぱスモーク巻かないと。スモーク巻いて、スモーク巻くけど、ちょっと裏を通っていきましょう。で、裏を取って。いないかな？いないことを確認して、階段下に降りて、あ、裏から攻めていけそうな。一応こっちの方でちょっと音がしたんだけど、いないんで、無視していきましょう。で、下降りて、あ、結構侵入してるな。あ、やべ、見られたかな、今。あ、やっぱ見られてっか。スモークを投げて、とさ、突入するんだ。お？
どうだ？あ、なるほど。後ろにキャンプしていたか。味方が二人いってる。倒してくれたね。さあ、真ん中取られてるんで、取り返しに行きますか。おーっと、後ろか。なんとタイミングの悪い。スモーク投げるか。やっぱプールの方から結構スナイパーが見てるんだよね。ということで。おっと、いた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 。もう一人。おお、マジか。ジャンプ打ちして、やってきたか。もう一回スモーク投げて。グレを奥に投げて。いた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 。よーし、やった。入ってくるかな？おっと、ジャンプしてる。おお、マジか。やられた。ヘッドショットされたか。これはしょうがないな。スモークだな。スモーク投げて、グレを投げてから侵入していく。プールサイドに一人。ライフが結構削られてしまった。あ、入ってくるかな、ここ。いたね、今。横から入って、お、爆弾持ってる。今のうちに倒していく。ライフが残り1だ。もっと奥にいる。味方が倒してくれて。まあダメだよね、さすがに。いて、どこどこどこ。いたいたいた、あいつ。届かないか。プールの中に一人いる。あー、出てきた出てきた。よし。いや、こうね、こう見てるとやっぱハンドガンでも全然戦えるっていうのがね、いいよね。うわ、3人もいる。くそー。そうか、ハンドガンね、結構使いやすいんでね、ハンドガンをメイン武器として使って、でね、ちょっとあんまり離れた敵を倒すのはきついんでね、サブに遠距離落としてスナイパーを持つっていうのも、ありかもしれない。で、奥にいる。ああ、ダメか。負けてしまう。しかもそっち。また裏取られてるか。ちょっとあっちは取り返しに行った方が良さそうなんで、裏を見ていく。なんだ。サップ付きの音が聞こえたけど。結構拮抗したいい勝負をしている。で、この下、いるな。いると思う。あ、いた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 。で、一人やって、もう一人は？いないか？あ、いたいたいた。いたいた。あー、スナイパーだな、あれ。向こうから入ってきた。おっと、あー、味方から。おー、びっくりした。ははは、やべ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 。やべやべ、もう一人来るでしょ。ほら、ほら、あー。ひどい。なんで今回プールサイドにあんなにスナイパーいるんだ。入り口にスモーク。ジャンプして入っていく。まだもうこっちに入ってるのはもうバレてるんでね。どう攻めていくか。まあ、裏から行くと見せかけて、正面から移動して。あ！そっちか。結構3方向ぐらいから見られてるな。厳しいな。スモーク投げて、で、右を警戒しつつ、入ってったな。いた！よし！打ち合いだ！よし、倒した！このままプールに入って、奥にいるやつ、スナイパーだね、あれ。サグッと、抜いていく。で、もう一人。もう一人いるのは分かってる。いた！横か！おっと、危ねえ！あ、しかも、もう一人。はい、はい、二人抜き。で、弾が3発しかない。くそ、いつ！ 0 発！やばい！もうナイフでね、出てきたやつをぶった切ってやろうかと。はい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 。はい、リスポーン地点で暴れる。どうしようもねえな。で、スモーク。入り口スモーク。ジャンプしながら侵入。つうか、もうここ来るたびに、あー、後ろか。
来るたびにプールサイドに敵がいるんだよ。もうどんどん押し寄せてきてる。テスマーク。で、いることは分かってる。あ、倒せね。ちょっと遠すぎるか。弾が散ってしまう。あ、終わった。あ、時間切れか。150いかなかったのが久しぶりだな。という感じでね、時間切れだけど、なんだか勝ちましたね。相当死んだ気がするけど、大丈夫かこれ。お、全部ベストをいただいた上に、一番死んだ数も多いんでね、ベストですも私ですね。はい、ということで今日は以上です。